えー、はい、えー、今日はですね、あのー、充電器の話をしようと思うんですけども、まあ、これね、パナソニックの、えー、と充電器 BQCC52 っていう、あのー、型番の充電器なんだけども、最近無線マイクを導入して動画撮影してて、無線マイクが結構この電池の消費が激しいから、まあ、こういう充電器を使って運用してるんだけども、 これなんか使っててちょっと違和感を感じてさあの10分ぐらいしか電池使ってないのにこれで充電するとねあのけ充電時間が異様に長いんだよねなんで10分しか使ってないのにこれ充電時間4時間も5時間もかかるんだろうと思ってまあでもこれ安いタイプだから充電もゆっくりなのかなと思って、まあ、気にせず使ってたんだけどもやっぱりちょっと異常だよなと思って あのー、こちらの違う充電、違う充電器の方で充電してみたら、あっという間に充電されたんだよね。やっぱおかしいぞと思って。あの、で、調べてみたら、こっちの時間がかかる方の充電器は、あのー、普通は充電器って、電池が満充電になったら、それを感知して勝手に切れるじゃん。電、電気というか。だけども、こっちはね、そういう方式じゃなくて、 6時間経ったら充電が切れる方式で、満充電になっても、6時間経過してなかったらそのまま充電され続ける仕様なんだってね。あ、だからかと思って。だからあんな時間かかってたんだと思って、やっと謎が判明したんだけどね。てか、今時そんな充電器あるんだって。びっくりしたよ。まあこれ今でも現行で売られてるものなんだけどさ、あのー、 だって <laughs> あの、こっち多分10年ぐらい前に買ったあのエネループの充電器なんだけどもこれがあの自動で満充電を感知したら切れるタイプなのに <laughs> なんでこれ1年ぐらい前に買ったこの充電器がな,なんでそんな <laughs>、ね、これ10年前の充電器に劣ってるんだよっていう話でさしかも天下のパナソニックなのにねこれアマゾンレビュー見てもねのそのこと結構突っ込まれてたねえって なんで今どき時間制なんですかって自動検知してくださいって感じでうーんいやーちょっとびっくりしたねなんかそんなになんかその自動検知のなんかチップ埋め込むのってお金かかるのかなってってということでまあこれはあのもう使わなくなって今はあのこちらの,あのエネループの方の充電器で充電してますね うん、こいつは本当に優れものでねあれだよねあの急速充電とかまあ対応してないんだけども耐久性しっかりしてるしさあまあちょっとボロボロなんだけどさうんいまだに現役で使えてるよまあだからその皆さんも気をつけてくださいあのやっぱり ちゃんととスペックを見て買わないとこういうう目に合うから、ねうんただなんかあのー、あのねこのカタログにねなんだっけかないかにも高性能ですみたいな触れ込みが書いてあってえっ、ー、とねあのバラバラにあの電池を充電してもこれ一つ一つのその充電機構が独立しているのでなんだろう 例えば、えっ、ー、と、最初こっちを充電して、で、後から、えっ、ー、と、こちらの充電を新しく充電しても、その、こっちが先に6時間感知して独立して切れて、で、遅れて刺したこっちも、遅れて6時間、えっ、ー、と、感知して切れると。つまり、その、まあ、一つ一つの充電池をバラバラに充電できるから、 優れた機能なんですよみたいなこと言ってるけどさ <laughs>、そのご、ご、ご、まかしのそういうアピールポイントやらないよって思うんだけどね。その、バラバラに6時間充電するのが優れてるとかじゃなくて、そもそもそれ <laughs>、あの、そういうところに力入れるんじゃなくて、そっちの、あの、自動検知機能の方に力入れてくれよっていう感じでね。うん、いろいろ突っ込みどころがある、まあ、充電器だなと思いましたよ。はい。 ということで今日はその、まあ、いまだにこういう充電器が発売されてるから気をつけてねっていう、まあ、注意喚起の動画でした。はい。えー、型番読みます。BQCC52 っていう充電器。これ要注意ですからね。はい、気をつけてください。